おはようございます。はい、本日2024年の7月の27日土曜日でございます。朝8時になりました。暑いね。まあまあこんなもんだ。あ、まだ、まあ確かに風が若干涼しいかな。風がすごい綺麗ですね。はいはい、あの、はい、今日こちら兵庫県の多可町の公民館に来ております。本日は多可町の鉄道模型運転会ということで、我々前日26日に宿泊をさせていただいて設営したというところで、今8時スタートしてます。スタートしてるんですけど、こうなんとなくまだ着替えてる途中ですか。あの、結局2日連続ほぼ寝てないみたいな。ようやれるね。うまいですか、やっぱ。美味しいですよ。このパンダモノキさんが入れてくださったコーヒーなんでね、はい、ということで今日はまあ15時までなんで楽しく頑張りましょう。しばちゃん、どんな感じですか、今日の鉄道模型運転会。あ、順調に。今、全線開通で、はい、なんとか。ただいま10時45分でして、一線逆走してますけど、ね。え？そうなの？電車って左側通行じゃない？はいはいはい。ほんまやな。逆走してますな。はい。ということでね、まあ子供さんがこうやってね、鉄道模型を走らせてくださってますし、そして親御さんも来てくださって、手振ってもらおうて。お父さんお母さん手を振ってください。ありがとうございます。はい、というような感じで皆さん楽しんでくださってます。はい、そしてタタ君と板宿の電車君でございます。皆さん拍手を。そしてあと昨日も来てくださった豊さんが今日も来てくださいました。ありがとうございます。何してるんでしょうか、この二人は。まあ後ほど。あ、後ほどね。はい、ということ後ほどでございます。弟さんが幼稚園の年長で、お兄ちゃんは何年生？2年ぐらい？小2。だから年齢は2つ離れてんの？なるほどね。こうやって楽しんでくださってるのが嬉しいよな、こっちは。皆さんありがとうございました。ただいま15時になりました。終わりました。ありがとうございました。はい、本日2024年7月、いや、もうええちゅう、もうええちゅうに、はい、はい、いや、もういいんです、もういいんです、はい、何のアンコールすんねん。はい、ということで、鉄道模型運転会、15時になりましたんで、終了したいと思います。それでは皆さんね、この後撤収がありますんで、ちょっと役割分担して、片付けをお手伝いいただいたらと思いますんで、よろしくお願いします。本当に皆さん、ありがとうございました。こんな感じでね、今鋭意撤収中でございます。本当にね、事務局の皆さん、それからお客さんの一部も残ってくださって、撤収を手伝ってくださっています。本当にありがとうございます。